お主は言ったな。なすべきことをなせと。それが未だ見出せぬ。わからぬのだ。竜印は何故私に授けられた。じゃが、誰かを乞うような、どこか
悲しい寝じゃった。おい、誰を呼んでおる？もう一度聞かせてくれ。お主。わしは熊野神左衛門と申す。堀回りの見回りを任せられております。見かけぬ顔だが、いずこの組衆か。明かせぬ。明かせぬとな。さては忍び衆でござるか。明かせぬ。これはご無礼を。忍び衆ならばさもあろう。これ以上司祭は聞きませぬぞ。時に忍び殿、この辺りで三味線の音を聞いておられぬか。音をたどってきたところ、この井戸穴に行き当たったのでござる。知らぬ。そうでござるか。忍び衆ならばもしや心当たりがと思うたが、あの調べは誰を呼んでおったのか。くう、なぜだか無性に気にかかる。いや、何でもござらん。忘れてくだされ。あやつの言っていたふぬけの狼、おらんようだな。無能ゆえ破れ、生き恥をさらす忍びなど一度見てみたかったが、是非もないか。まことに死なぬなら機会はいくらでもあろうての。
おお、あの時の旦那じゃねえか。アシナの城では世話になったな。俺はここでしばらく居候さ。仕入れたネタの整理も必要だからな。旦那になら飽きないもするぜ。どうだい。じゃあな、旦那。お前さん、何か言おうか。
しくらいなら貸してやろう。よう旦那、また商いが必要かね。じゃあな旦那。お前さん、何か言おうか。してやろう。